アドビコミュニティエヴァンジェリストの一位です、このチャンネルはですね、プレミアプロの様々な情報を発信、共有していくチャンネルです、チャンネル登録よろしくお願いします。あとベルのマークですね、これをしてもらうと新しく動画をアップロードしたら通知が行くようになってそうなんで、ぜひそちらもお願いします。今回はですね、前回好評だったサガモンのプロジェクトを開封する動画ですね。バラエティ番組風テロップモーション10選という追加のプラグインを使わずにですね、デフォルトのプレミアの状態でエフェクトを組み合わせて、10個の10選のテロップモーションをサガモンが作ったものをプロジェクトとして送られてきて、それをご紹介したわけですけど、今回ですねフェードイン12選というフェードインが12種類どうやら入っているプロジェクトが、届きました。どんなことになっているのかちょっと楽しみですが、プロジェクトファイルの開封動画行ってみたいと思います。プレミアノート、はい、行ってみたいと思います。今回も届いております。フェードイン 01-12 プロジェクト開いてみましょう。はい、開きましたね。フェードインプロジェクトですね。はい、じゃあやってみたいと思います。またなんかやってますね。これが人気というですね。はいはいはい、どこまで行くんやこれじゃないね、多分ね。これじゃないね。なくなったかなちょっと待ってなるほどね、これですねちょっとこれ倒し込んでますね。あ、12個あるのかな、これかな、これですね。はい、行ってみましょう。一回ちょっと再生してみますかね。これダブってみるか、普通のフェード、ちょっと光ってるっぽいですな。もうちょっと光ってる。ああ、いいですね。ちょっとよく、ああ、なるほど。浮かれてる感じ。なるほど。ああ、ラインがビビ。ああ、なるほど。ツブツブが集まって。心霊、ぬるっと、もやっと。エッジがついて、もっともやっと。もやっと中でおしゃれな方。もっとももやっと。ああ、なるほど。こういうことですね。なるほど。12個。なるほど。1個ずつ、じゃあまた、紐解いて、行ってみたいと思います。これ結構ね。作り手のサガマンの気持ちが込められてるのでやってると面白いんですよね。見ようかな。はい、これでも普通のフェードインですね。ここはね、クロスディゾルブがこれですね。トランジションのクロスディゾルブが、クロスディゾルブがついてていい感じになってると。で2つ目がちょっと光ってるっぽいやつ。あーはーはー、これまたあれですね、絵によって効果が適用されている隣の右側のクリップは通常に戻ったクリップを配置しているだけですね。まあ、レンダリング対策ですね。問題はここの手前のところですね。エフェクトコントロールパネルで見ると、あ、これですね、これ VR グローですね。前回もありましたが VR 専用のグローなんですけど、結構綺麗に使えるから使ってるみたいなことなんでしょうかね。ちゃんと現れてますね。 VR グローを適用して、まあ、頭にクロスディゾルブをつけて、フェードさせてると。で普通に戻してる、そういうことですね。はいはい、これはなんとなく分かりますね。そして、もうちょっと光ってるっぽいです。なるほど、光がちょっと強くなってますね。これはグラーノガウス、フロアのガウスとプロセスアンプ。ああ、前回やりましたね。なるほど。フロアガウスを適用して、プロセスアンプで明るくしてると。なるほど。それをフェードで、クロス、クロス、フェードで、もういいや。フェードで普通に戻してるということですね。こういうことですね。はい。そして、縦横とかに光るんです。ああ、なるほど。ちょっと縦にブラーが入ってる感じだ。あ、そうですね。ブラーの方向。ブラーの方向と、プロセスアンプと。方向で、縦に伸ばして、プロセスアンプで明るくしてと。あー、なるほどね。あ、これそうだ。言うのを前回忘れてたんですけど、これたくさんいろいろ紹介してるわけですけど、
これ毎回これをやらないといけないわけじゃなくて、これを作っといて、ここを、これを流用して、いろんなテロップをここに当てはめて、この効果を使おうということだと思うんです。なんで、例えば、ここに新しくフェードインの、ですね、フェードシータイトルを作りました。カタカナのフェードインを作りました。これですね。これを新しいテロップだとします。で、この、今作ってるこのひな型になる佐川マンが作ってくれた、クリップハーチとエフェクトですけど、ここに、これを複数クリップ選択して、新しいテロップをオプションを押しながらプロジェクトパネルからドラッグして適用します。そうするとこんな感じで中身入れ替わってエフェクトそのままで使えるわけです。なんで、いろいろ紹介してるんですけど、ここにこのひな型を利用して新しいファイルを当てはめてもらえれば、このエフェクトが簡単に使えるということなので、このややこしい組み込み方、作り方を、皆さんにしてくださいということではないです。ただ、中身見てみると面白いよねということなので、一個一個見ていってる状態です。はい。次ので見ていきますね。ここです。あ、なんか複雑。ちょっと待って。おぉ。そうですね。浮かれてる感じがするやつ。こんな感じ。光ってますね。縦横斜めに線が引っ張られてる感じ。いくつも積み上げてありますが、これは、これもそうですね、ブラーの方向とプロセスアンプラー。この方向の角度を一個ずつ変えてるってことかな。ああ、そうだね、やっぱり。そうですね。方向の角度を変えて、縦横斜め、ちょっと分かりにくいか。消して、そうですね、これがここの斜め。ここですね。一個ずつ切り替えていくと方向が違うクリップがあると。これを全部組み合わせてこうしてると。ああ、なるほど。恐ろしいな。はい。これも一緒ですね。一個一個打ち替えるんではなくて、すべてを選択して、作り替えたテロップをドラッグして、オプションドラッグで適用すると。そうすると、中身を入れ替えれるということですね。でないとこれ一個ずつ組んでるのは大変なんで、それでまあ使えようということですね。佐川マン的にはね。なるほど。浮かれてる感じのやつですね。なかなかややこしいの。LINE が PPP のやつ。ああ、なるほど。こうしてみたらどうか。なるほどね。これでも2段になってますけど。ああ、なるほど。そうですね。上を消すと、黄色いのが。下だけだと黄色いグラインドになってる。エフェクトはグラインドというのがつけられてて、あ、これかな。塗りつぶしで黄色はやっぱりそうだ。塗りつぶしで黄色で色をつけてる。そういうことですね。で、それに対してグラインドというエフェクトをかけて、グラインドでキーフレームを打ってるのか。変換終了。ここですね。このキーフレームを打つことで、フライングの動きをつけていく。で、多分そうしたら、それの上が、そうですね。ブラインド同じように当てはめて、こっちは色をつけずにってことか。で、ちょっとタイミングをずらしてるんだな。あー、細かい。細かいですね。まあ、これも、うまいことね。あー、いいですね。だから色も変えることできるし、ブラインド感も出せるし。全部やりきった後に最後に新しい、あ、全部ゼロになってるな、これ。で、まあ、こういうことですね。なるほど。深い。深いぞ。ついてこれるかな？ついていけるかな？そして、粒々が集まってきて仲良さそうなやつ。仲良さそうですね。なるほど。これは頭はクロスリゾルブで、粒々が変わった。エフェクトが変わった。あ、タービレントディスプレイス。タービレントディスプレイスか。プロセスアンプと。プロセスアンプも明るさとして、タービレントディスプレイスって、プレミアにもあるんだ。適用量、そうですね。適用量にキーフレームを打って、数値が変わっていってると。バラバラなのからまとまっていく感じにしてるってことですね。
本当だ、タービレントディスプレイス。結構アフターエフェクツでね、よく聞く名前ですけど、このものからまとまっていく感じで、キーフレームで調整していく。いいですね。今プロセスアンプで明るくしてですね、いい感じですね。なるほど。ここから心霊特集、ぬるっと出るやつ。なるほど。もうぬるっと出たね。なるほど。心霊ですね。なるほど。これが、ダスト&スクラッチ。このキーフレームが半径ですね。半径を大きいものから小さくしていくっていうキーフレームで、こういうエフェクトになるんだ。なるほど。面白い。そして、もやっとするやつ。はい。もやっとしましょう。ああ、なるほど。もやっとしてます。これは、おお、なんか深いぞ。ちょっと待ってくださいね。見えるかな。ラフエッジ。ラフエッジというエフェクトで、縁か。縁という項目で、キーフレームを打たれてると。まあまあ、キーフレームこれなんだ。ベジか。ベジだね。ベジで、こんな感じにしてますが、もやもや感の変化をうまいことこのキーフレームでつけてるって感じか。なるほどね。次が、血がついた。あー、なるほど、なるほど。これさっきの、なんだ？ラフエッジですね。ラフエッジの、あ、エッジの種類、これかな。ラフ&カラー。ん？さっきはどうなってたんだ？あ、さっきはラフですね。ああ、なるほど。エッジの種類をラフからラフ&カラーに切り替えたのかな。そうだね。ラフ&カラーに切り替えて、色を指定することで、エッジに色をつけた感じでつけ、ああ、なるほどね。そうですね。キーフレームは一緒ですね。なるほど。そして、モヤットの中でおしゃれな方。おしゃれな方。おお、うん。なるほど。ちょっと横線が入ってるか。一緒なのか。これもラフ&エッジで、一緒だろ。ラフ&エッジで何を変えたのか。キーフレームもちょっと違うね。あ、これだ。エッジの種類。スパイキー。なるほど。で、キーフレームちょっといじったのかな。スパイキー。なるほど。ちょっとかっこいいですね。いろいろ引き出しちゃいますね。そしてラストですね。長いね。前回も結構ね、尺をね、取っちゃったんですよね。結構ね、人気なんですよ。おお、なるほど。最もモヤモヤなやつ。なるほど。これは、チップ別にするとこんな感じか。選択。ミディアン、レガシー、ほう。なんだこれは。で、半径を大きい数値から小さい数値を切り替えたと。表す。ミディアン、そんなのがあるんだ。レガシーとかちょっと古いのかもしれないですね。エフェクトとしては。なるほどね。ああ、なるほど。で、最後、フェードで普通に戻ると。なるほど。12戦、息切りました。素晴らしい。プレミアノート。はい。いかがだったでしょうか。サガーマンのフェードイン12戦。まあ、前回もそうですけど、デフォルトのエフェクトだけでここまでできるっていうのはすごく面白いなと思うのと、まあ、サガーマンからこのプロジェクトファイルそのものの提供をいただいておりますので、概要欄ですね、に、プロジェクトをダウンロードできるリンクを貼り付けております。そちらからダウンロードしていただいて、先ほどの、自分で作ったテロップを持って行って、置き換えると、オプションドラッグですね、Mac であれば、していただければ、当てはめて今のエフェクトを、使用することができるので、ぜひお使いいただけたらと思っております。サガーマンへ感謝を込めて、使いましょう。はい。で、サガーマン自身もですね、Twitter で、いろいろと発信しておられるので、ぜひそちらもフォローしていただいて、追っかけていただけると、まあ、今回のネタもそこに上がってたものなので、他にもいろいろと、編集に関する情報を発信しておられるので、ぜひフォローしていただいて追っかけていただけたらと思います。はい。で、このチャンネル自体はですね、プレミアプロのバグとか質問とかリクエストもじゃんじゃん募集しております。で、コメント欄の方に、書き込んでいただいて、できる限りね、書き込んでいただいた情報は、このチャンネルでも共有して発信していけたらなと思っております。
それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。With it.